お疲れ様です。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はショート動画で紹介したメディコムトイリアルアクションヒーローズのウルトラマンレオとアストラです。見た目は比較的綺麗ですが、スーツの劣化は進んでいて、関節を曲げようものなら、表面がひび割れてしまうような状態になっています。ウルトラダブルフラッシャー用のハンドパーツも付属していますが、メディコムトイのサイトに掲載されているようなポーズはとてもじゃないですが無理ですので、あしからず。フィギュアーツ版のレオとアストラをお持ちの方は、メディコム版との違いなど見比べてみてください。
アルアクションヒーローズ版ではレオとアストラのブーツの丈が異なっていますが、本編ではどうだったんでしょうね。円盤を持っていないためネットで検索しましたが、ここまで差があるようには見ませんでしたが、ご存知の方がいらっしゃったらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。